ピーススタジアムに隣接するホテル、日本初のサッカースタジアムビューホテルです。客室からはスタジアムが一望でき、観戦もできます。まずはホテル内にある2つのレストランへ。7階のダイニングレストランレ・サンクサンスでは、県内産の厳選食材を中心に素材の味を生かしたフレンチ料理が堪能できます。コース料理の中から金の卵の器に入った贅沢なサラダを試食しました。キャビアにビーツかな、すごく鮮やかな見た目が本当に美しいです。キラキラ輝いてますね。いただきます。燻製でちょっとスモーキーなまず香りが来るんですけれども、キャビアの塩気とプチッとした食感、贅沢な一品すぎますね。たまりません。わー、ディナーのコースは2つ、税込み17,600円からです。続いてはカフェズ&ダイナーズベルデ。ホテルの中で気軽に利用できるカフェとしてランチやアフタヌーンティーなどが楽しめます。私の後ろにはスタジアムの景色が広がっています。こんな素晴らしい景色の中いただけるのがこちらです。おすすめのバスクチーズケーキです。スタジアムを眺めながらいただくバスクチーズケーキの味は、うん、表面はキャラメリゼされているので少し香ばしいんですけど、中身はトロンとしたこのレアな食感が、美味しすぎますね。2つの食感が楽しめて非常に贅沢です。またこの景色も相まって贅沢2倍最高です。一押しのバスクチーズケーキは一皿税込み1100円です。食事を堪能した後はいよいよお楽しみの客室へ。13階にあるスイートルームは上質かつ豪華さを演出したといいます。日本初のスタジアムビューということで、中に入っていきますともう床の時点で高級感がありますね。もうゴージャス。ソファーであったりとか、あともう椅子だったりチェアだったり、ベルは貴重で本当に高級感あふれます。さらには景色です。ご覧ください。日本初ですよ皆さん、スタジアムが一望できます。独り占めです。バルコニーから見下ろすスタジアム、これまでは体験できなかった特別な時間が過ごせそうです。スタジアムを望めるのは客室だけではありません。宿泊者が利用できるプールや温泉までもがスタジアムビューなんです。客室には55型以上の大画面テレビやダイソンのドライヤーなど、事業主ジャパネットのテレビショッピングでも紹介している家電やオリジナルのアメニティが充実しています。ああ、一生に何回かあるかないかの贅沢をしている感覚がありますね。このスタジアムの景色を見て今日はいい夢を見たいと思います。いい夢見られるの。そして迎えた朝、スタジアムは澄んだ空気で包まれていました。ホテルの朝の楽しみといえば、おはようございます。朝7時です。今日は一足早く朝食楽しめるということで、早速行きましょう。スタジアムをバックに食事ができる朝食会場、朝から特別な時間が過ごせます。こちらの朝食会場では30種類以上のメニューからビュッフェ形式で食事を楽しめるということなんです。県産の食材を中心に長崎焼きちゃんぽんやかまぼこ、
キラスを使った帽子飯、悠久などが並んだ長崎コーナーもあります。いい音が朝から聞こえてきますね。こちらではですね、佐世保名物のレモンステーキ丼をこのようにライブキッチンで焼き上げていただくことができるんです。長崎のものを味わってほしいという思いでレモンステーキを丼に。いただきます。薄切りのお肉なので何より食べやすいですね。でまたレモンの爽やかな風味とお肉のですね、うまみが重なり合って白のご飯も進みますよ。この他自家製のパンや和、洋、中のさまざまな種類の料理が並びます。ホテルの宿泊料金は朝食付き2名利用で1人税込み1万6400円から。スタジアムビューのスイートルームは1人税込み7万7200円です。そして4日にはスタジアムとつながる商業施設も初公開されました。6階と7階には温浴施設、温泉&サウナ、ゆくるが入ります。ステンドグラスや中国格子で長崎をイメージしたサウナに、こちらが地下1500メートルから湧き出た温泉です。もう触ってみますと、お、温かい、そして柔らかいお湯ですね。美肌の湯と呼ばれる天然温泉で日頃の疲れを癒した後は北欧風のリラクゼーション空間でゆったりと寝転びながらくつろぐことができます。そして温浴施設を出て屋上にあるのが商業施設には、なんと足湯があります。こちら側にはスタジアムを眺めながら入ることができる足湯が、そして反対側には女神大橋や長崎の景色を眺めながら入ることができる足湯があるんです。気持ちよさそうですね。足湯は無料で利用できます。このほかオフィス棟2階ではホテルの客室に備えられた家電のほか、ジャパネットのテレビショッピングで人気の商品を購入できるジャパレクラボが誕生。ジャパネット高田唯一の実店舗として実際に商品を試すこともできます。ハピネスアリーナでは4日プロバスケットボール B1 長崎ベルカの開幕戦が行われ、開業ムードが高まっています。